はい嬉しいですね続いてけちゃん来ますかはい最近は新商品期間限定という言葉に弱い歌がきけいですいや弱いね弱いですね最近やっぱねなんかあのスターバックスさんとかで新しい商品がいっぱい出るんですよ毎月それの凍ってるやつフローズン がすごい好きで、うん、それをしょっちゅう頼んでますね最近、うん、冷たいの好き冷たいので新しいのが出るたびチャレンジしてます、はい、そしてニューフェイスになりますゆうちゃん 自己紹介お願いしますはい昨日のフレーズリングよるか参加させていただくことになりました、うん、ひいらぎゅうですよろしくお願いいたしますはい,いす、はい、よろしくお願いしますし彼女の得意は早口なんで <laughs> <口>そうなんですよ <laughs> 普段から早い <laughs> しゃべるのが <laughs> すごいですよねもうちょっとゆっくりでも大丈夫よ <laughs> いつもアクセル全開なんで<笑><笑>いつもアクセル全開ね最近かっこいいかっこいい,かっこいいけど <laughs>、はいえー、この番組では毎回皆様からのメッセージもお待ちしております、うんはい、はい、こちらまでどうぞはい。 それではアクセスラインのご紹介をします。ファックスの方はレイ九八八六レイレイ二六二。メールの方はアルファベットすべて半角小文字で七八レイアットマーク fmnha ドット jp。綴りは数字の七八レイアットマーク fmnha ドット jp。ツイッターは。 共通ハッシュタグ声優日記780をつけてお送りください公式ツイッターはアットマークフレンズアンダーバーリングアンダーバー SN または声優日記フレンズリングで検索くださいたくさんのお便り待ってますはい。ねメッセージねお便り <laughs> <laughs> 手紙で来てもねなかなかあ,のー、<laughs> あれですね,ねあそうかメッセージ、はい、お便りそうかままあまあ正解に日本語だね語すごい日本語言っちゃ <laughs> あのー、今はね、ええ、もうメールがね、うん、主体ですけども、ね、僕、はい、あのラジオを喋り始めた頃は。はいはい、あの、手紙とか結構ありましたもんね。あー素敵ですね、うん。まあ、もちろんね、メールでいただくメッセージも嬉しいんですけども。やっぱり、あの、あ、ファックスもね、結構絵が書いてあったりとか。 いののできるのはすごい手書きの、はい、で結構あのなんかずっと僕やってた番組とかも毎週もう毎週毎週きあのファックスくださる方とかいらっしゃって毎週くださる方は来ないと、うんうん、あ大丈夫かなとか。<laughs> 思っちゃう。来週ちょっとあの子供の運動会でちょっとファックス出せませんっていう告知もいただけるんですよ。あ来週は来ないんだなと思って安心するじゃないですか。突然来なかったらちょっとねびっくりするみたいなね。本当になんか親身になっておりますね。皆さんもどんどんメールお待ちしております。お願いいたします。はい、今日もね、今日はあの沖縄地方は天気は曇りですか。曇りですね。昨日よりちょっと。 昨日ちょっと雨でしたもんね。はい、昨日に比べたらすごい、いい天気になってます。過ごしやすい。はい、はい。日本で一番暖かい街ですから。はい。過ごしやすいです。この格好で外歩けますから。そうですね。はい。あの、ちょっと僕写ってなんですけど、僕、あの、セーター着てるんですけど、暑いですもんね。やっぱね。そうですね。はい。首、首の、おしゃれなピンク色の子なんですか。スト、ストロール。暑くないですか。あ、で、シルクなんで、大丈夫です。 ちょっとぶっこんできた。シルクぶっこんできたよね。そう、面白い。シルクなんですね、それ。なので、涼しいので、大丈夫です。そうか、そうか、そういうことね。シルクなの、涼しいですよってことですね。はい、で心地で。はでは、今日も、ええ。五十分間。はい。はい。お送りします。よろしくお願いいたします。お願いします。 え今日のオープニングアニソンですけどもちょっと古いナンバーなんですが <laughs> タッチって皆さん知ってます <laughs> 知ってます,てますはいす、ねえー。岩崎芳美さんのタッチお送りしたいと思います、はい、アニソンです、はい、声優日記フレンズリングこの番組はスターロケットエンタープラス東京声優ボイススクールの提供でお送りしますスターロケットエンタープラスからのお知らせですスターロケットエンタープラスは 人々に感動を与えるイベントを提案しています。いつの時代もプロフェッショナルであり続けるために、お客様や社会と共に考え、一緒に成長していく、そんな企業でありたいと考えています。皆様の特別な一日はお任せください。お問い合わせは092-561-7160。 ススタターーロケットエンタープラスまでこのコーナーはとある一人の声優の何気ない日々のちょっとした発見みんなに披露したいちょっとした面白いエピソードを絵日記で紹介していきます沖縄4回,4回目は声優の卵中里佐代子、はい、絵日記は番組公式 Twitter でただいま絶賛公開中です公式 Twitter はアットマークフレンズアンダーバーリングアンダーバー SN または声優日記フレンズリングで検索くださいそれではさよちゃんよろしく、はい、丸月末日三角曜日曇り <laughs> ピピ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 ,ピ,ピアラームの音が朝を教えてくれますでも今日はとっても寒いアラームを止めて 毛布を頭からかぶってほっと一息沖縄といえど1月の朝は寒いこんな日は二度,、ね、度寝に限りますおやすみなさいとまぶたを閉じようとしたその時コンコンとせきこむ声に毛布から顔をのぞかせますそこにいたのは寒いのに毛布もかぶらず顔を真っ赤にしている母 風邪ひいちゃったとなぜか写真を見せられますそこに写っていたのは体温計そして体温は39度8分その後すぐ病院,病院へと向かい下された診断結果はインフルエンザ初めてかかっちゃったとちょっとうれしそうな母に頭を抱えた私でした 那覇市 FM 那覇本社スタジオから生放送でお送りしております声優日記フレンズリング中里紗友こと歌垣圭と新アシスタントの平木優がお送りしておりますファーストコーナーは声優バトル第二回早口言葉選手権です <laughs> え前回非常にね好評でした早口言葉選手権え晴れて第2回目となりましたえ新人繊のたまごさんはもちろん滑舌が良くなくてはいけませんえそれを鍛えるには早口言葉がいいというふうに言われています処方箋のようなもんですねえ滑舌を鍛えるために3人には早口言葉をしてもらい最終的に誰が滑舌がいいかを私ナビゲーターのアキラが 最終的にジャッジさせていただきますはいはいそしてえねあの負けた方には番組から素敵なプレゼントが今日もあるということであくまでもプレゼントです素敵なプレゼントですねでは恒例の選手先生今日3人ですけど大変ですけど息を合わせて頑張ってくださいじゃあ選手先生いきましょうどうぞ先生私たち新人声優は 日頃ご指導をくださっている方々に感謝し正々堂々と全力を出し切ってリスナーの皆様を楽しませることを誓います声優の卵中里紗代子声優の卵歌垣圭声優の卵平木優はい、はい、えー、ここでルールの発表ですバトルは二回戦、はい、ファーストバトル、うんはい、そしてファイナルバトルとなりますねはい今回ですねまあ三人に 早口言葉をしてもらうということで私が選んだら、うんはい、さんが選んだ厳選6つの早口言葉を選んでおりますのでゆうちゃんちょっと画面の方に見せてもらっていいですかはい1番がこちらですねよくある、はい、で2番がこれちょっと新登場のやつですで3番がこの定番のねい、はいえー、4番。 あ、そうかそうかラジオね映像がない方は後ほどまた発表ということになりますので、そうですね発表する際ね、はい五番六番とありますので、はい、わあ、では誰からいきましょうかまずねあのトランプを引いてもらって一番から六番あります、はい、その選ばれた数字の番号の早口言葉を言ってもらうということになりますね、わいドキドキ、ドキドキ、じゃあ今日のメインのあはい私からお願いしますか、はいじゃあ まずははい一番上引いてください何番何番でしょうか4番はい4番はあ前回これね読んだという話ですけども「カタタタキキ」という言葉ですねそして回数は決めたいんですけど目の前にサイコロが2個ありますこの2個の合計数の数を言ってもらうということになりますのではい よろしいでしょうか。ちょっと待ってくださいね。はい、準備がこちらがありますんでね。どうですか。早口言葉得意ですか。早口言葉、いかがですか。苦手ですね。苦手。できるわ。苦手。苦手な行が、やっぱり得意な行と苦手な行って、やっぱり。確かにありますね。作業が苦手なんですよね。じゃあ、肩たたき機は言えると。はい、じゃあ、か、あの、サイコロ振ってください。はい。 はい目を合わせてくだ見せてくださいはい一と四で足し算をすると五ですね六十二あれ違いました六十二六十二五ですね五ですね五ねはいですじゃあゴングが鳴りますのでゴングが鳴ったらスタートしてくださいはいはいではトップバッターはさやちゃんいきますよはい用意スタート

あの原点になるかなっていう気もしますけどねなんとはいでもまあねあのこうなんとなく言えたっていう感じなんとなくって言うんですけいやーこれはでは続いて完璧にやらねばけいちゃん行きますかはいやりますよ早口言葉得意ですかそうですね得意な言葉もありますよ前回負けたじゃんそうなんですよだからね今回はね負けないように はいシャッフルしましたでは5番はこれね最近よくねバラエティーとかでもあります炙りカルビというね早口言葉炙りカルビねあとは回数が何回出るかということですのでそれでは振らせていただきますはいどうぞ3と3で。 六回。六回。はい。はい。では、ゴングが鳴ったら、スタートしてくださいね。はい。どうでしょうかね。この言葉は普段は、焼肉好きですか。好きです。お。好きですけど。牛。牛タンもいっぱい食べます。じゃ、多分、有利じゃないですか。はい、頑張ります。はい。では、けいちゃん、挑戦します。炙りカルビです。どうぞ。炙りカルビ。 炙りカルビ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 炙カルビ,カルビ 6, 回6回言った六回いましたよやったーキルに言えたんじゃないですかなかなかいいんじゃないですかすごいめすごいドキドキし、はい。ねなかなかいい感じですよ <laughs> よかったです、うん では今日初登場のゆーちゃん早口マスターが早口マスターそうねはいちょっとねこうプレッシャ空回りしないようにねまあちょっと先輩二人が今ね頑張ってくれたのではいではまずは番号やりましょうか何番でしょうかシャッフルしますはい一番そんなにいいんじゃないそんなにやらなくてもいいかもね 三番、三番、三番、あこれね、あのもう昭和の東京特許許可曲というね、はい、僕もよく新人の時にね練習しましたけども、はい、回数決めましょうか、はい回数、最高浪どうぞ、何個なりました？七回、七回なんか微妙に一個ずつ上がってるいってますね、はい、綺麗に、はい。 あの普段はあれですか、やっぱり早口言葉はもう朝起きてからすぐやる的な感じですか朝起きて。朝起きて。朝起きてやらないの <laughs> あら。今回どうなりますかね、うん。はい、はい。じゃあ行きたいと思います。えーはい、今日から新登場の、ひいらぎ、はい、ゆうさん。ゆうちゃん。はいうん、ゆうさんかゆうちゃんかわかんないですけども <laughs>。はい。<laughs> はい、じゃあ行きます。ゴングが鳴ったらスタートです。よーいスタート。はい。はい

うんすごいですねそうです, <laughs> うで,すでもあのいつものねあの早口の、うん、あのキリはあのちょっとなかったですけどうん、うん、<laughs> 慎重に慎重にやってましたね今日はね慎重に <laughs> 慎重に行ってましたかはい、うん、そう感じましたけどねでもね、うん、結構あの皆さんねあの早口言葉ご自宅でもね、はい、いろいろやると。 家族みんなでね,ね楽しいんじゃないかなと思いますけどもね。めちゃくちゃゃく盛りりり上がまますねねあ,あの後からや,やりましたよ前回の放送から結構もう早口言葉っぽいのを見つけると <laughs> やるようになっちゃいましたねはいねでは、えーね、後半戦いきますけど、はいはい、ここでちょっと「アニソン」を1曲お送りしたいと思います。今日はねすごい定番なんですけども「トトロ」の曲を「はい、隣のトトロ」お送りしたいと思います。はいはい 那覇市 FM 那覇本社スタジオから生放送でお送りしております声優日記フレンズリング中里沙代子と歌垣圭と新アシスタントの平木優がお送りしておりますではいよいよ声優バトル今日は早口言葉選手権第二回となっております一、はい、回戦それぞれ三人、うん ね、やっていただきまして、まあ、あの審査結果が出ておりまして、ええ、今のところドローということで。ドロー。はい、ええ、まあ、ね、あの、ゆうちゃん、今日初めてなんでね、ちょっとそこは。滑舌とか、まあ、若干ね、言えたっていうことで、はい、七回も言ってもらいましたもんね。そうなんですか。はい、ここからが、いよいよ、本当の戦いとなります。皆さん、はい、負けられない。では、この逆からいきますか。はい、じゃ、ゆうちゃんから、はい、先ほど一緒に、まず。 シャッフルしていただいて。入念なシャッフル。そう入念なシャッフルですね。はい、どうぞ、ご覧ください。六番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 なんでしょうか。六番はですね。あ、これね、新しいんですよ。右耳にミニニキビというね。光が右耳にミニニキビというね。難しそうですね。はい。ちょっと、これ、新しいやつですけども。はい。では。サイコロ振ってください。何個ですか。 えっとですね、十一。十一？マジ？マジ？わお。マジ十一。はい。十一。これは難しいですね。張り切っていかなきゃ。張り切って行きます。はい。はい。どうですか、こう十一回というのは。でもこれ多分ね、言えたら間違いなくこの優勝になるかなっていうぐらいのね。そうですね。頑張ります。もうなんか早く。 バーンって言った方が多分なんかねいいような気がしますけども。<laughs> はい。はい頑張。しっかりあの呼吸を吸ってはい頑張っていただきたいと思います。はい。はい。ではゴングが鳴ったらえスタートとなります。はい、はい。ではえーーファイナルバトルヒイラギユウちゃんの挑戦です。用意スタート。右耳にミニニキビ。右耳にミニニキビ。右耳にミニミ

すごいですよ僕が言わしてるんですけどね僕が言わしてるんですけどもなかなかね良かったんじゃないでしょうかどうですかね早速いきますか続いてわードキドキもう二枚しかないですからいきますよじゃじゃん一番かな1番来ましたはいキャリーパミュパミュはい全国のパーソナリティ並びにねラジオパーソナリティ中瀬のキャリーパミュパミュ わ、頑張ろう。では、ふらせていただきます。じゃあ十二回を目指して。お、四回。四回。でもこれ四回でも厳しくいきますよ。はい。厳しく。頑張ります。よろしいですか？はい。はい。じゃあたがきけいちゃんの二回目の挑戦です。用意スタート。キャリーパミパミュ、キャリーパミパミュ、キャリーパミパミュ、キャリーパミパミュ。お、どうですか？ やったんちゃう今ね連敗中でしたからねそうなんですよこれでもしかしたら連敗脱出になるかもしれないですけどもまだ何が起こるかわかんないんでねお願いいはでは続いてはい残りさやちゃんいきますか2番これも新しい赤カカカマママキキキリ、リ、リ青黄はい聞いただけで難しそうな12回12回あ回。5回 2回連続で5回です。はい。5回ですね。よろしいですか？はい。はい。はい。ちょっと今あのマジなあの声緊張のではい。では2回目の挑戦中里紗彩子ちゃんいきます。用意スタート。赤カマキリ青カマキリキカマキリ赤カマキリ青カマキリキカマキリ赤マキマイ赤カマキリ青カマキリキカマキリ 赤カマキリ、青マキマリ、赤、え、赤カマキリ、青カマキリ、黄カマキリ、はい、あ、五回、五回、終わりました、終わりました、はい、あ、ファンファレ出ないですよ、ちょっと待ってください、あれあれあれ、なんと、あれファンファレが出ないという状況になってますね、もう一回もう一回、いやもう一回とかそういうそういうそういうルールじゃないですから、はい、これはこれはこれはちょっとね、はい、ファンファレが出ないということでしたけども。 はい。ではね、あの審査委員長の私アキラがね、まず今日のね優勝者を選びたいと思いますね。お願いします。はい。今日の優勝者は誰でしょうか。今日の優勝者はうたがきけやったぜ！初優勝。悔しい。はい。ガチの喜び。ということで今日はね残りの二人がプレゼントということで。はい 今日はね、ちょっとこれ、さやちゃん持ってもらっていいですか、はい2人ね、2人、この縄跳び、今1個しかないですけれども、2人分用意してますので、2人は今度2月にね、フレンズリング、夜がありますので、約1か月ありますこの間にこの縄跳びで、二重跳びをちょっとね、健康増進のためにね。二重跳び まあ、くれぐれもね、あのう、道路とかで練習しないで、あのう、公園とかね。はい、そういうとこで、十回頑張ってください。十回。はい。二重跳び。ちなみにできますか、二重跳び。できないんです。できる。大きな声で言って。できないです。はい、ゆうちゃんは。できないです。ああ、そっか。けいちゃんは。できるんですよできるんですね。 そうか、そうか。はい。まあの10回目標なのではい。あのちなみにですね。福岡の有馬、愛香ちゃんはえっと3回しかできませんでした。はじめロだったんですけどね。はい、その後でもね。10回ぐらいできたので、はできるようになります。はいま、それと一緒に体重も一緒に落ちたりするのでね。 はい健康になるねはいならこうはね今日はあのケちゃんの圧勝でしたんでねありがとうございます圧勝皆さんもねすげえこのなあとびねじゃあちょっと頑張ってはい頑張一ヶ月練習してください頑張ってくださいはいではちょっと締めてもらっていいですかはい以上声優早口バトルのコーナーでした早口バトル早口言葉選手権選手権声優早口言葉選手権のコーナーでした 東京声優ボイススクール那覇校開校のお知らせです東京から鹿児島まで全国5校を展開する東京声優ボイススクールでは那覇市文化展物館で沖縄・那覇校を開校しました東京から現役の声優を講師に迎え基礎から実践まで声優を学べますまたスクール内事務所を併設 皆様の声優デビューをしっかりサポートしますあなたも沖縄にいながら声優を目指してみませんかあなたも大好きな沖縄で声優のキャリアをスタートさせましょう詳しくは東京声優ボイススクール沖縄那覇校で検索ください声優の日々の日常や面白い出来事を絵日記で綴ります沖縄第4回は中里紗友子はい 第二部始まります。日記は番組公式ツイッターで絶賛公開中です。僕また間違っちゃいましたね。あ、サイコちゃんあたったの。<laughs> 当たってます。当たってますね。あのサイコちゃんかサイカちゃんとかいろいろね間違っちゃうんです。すみません。<laughs> いはい。はい。ではよろしくお願いします。はい、丸月末日、三角曜日、曇り。風邪を引いてしまった母の代わりに。 お昼ご飯を作ることになりましたメニューはカレーライスちなみにこれは母のリクエストです食材を並べて調理器具を準備して早速料理に取り掛かろうとしてあれカレーってどうやって作るんだっけその後も玉ねぎを切れば目が目がと騒ぎじゃがいもを手に取れば変わってどうやって剥くの と包丁片手に首をかしげる弟母は終始周りをうろちょろ結局切り方を母から教わりながらカレーを作っていきます一人で作った方が早いと愚痴をこぼす母もっと普段からお手伝いをするそう誓った私でした 那覇市 FM 那覇本社スタジオから生放送でお送りしております。声優日記フレンズリング中里紗代子と歌垣圭と新アシスタントの柊優がお送りしております。はい、ここからちょっとね、フリートークのコーナーということで。はい、ええ、フリートークでいきたいと思います。じゃ、あの、今日のテーマ、今日のテーマというか、えっと。料理についてお話ししましょうか。料理。料理。うん、料理。料理はしますか、三人は。そうですね。お菓子は。 お菓子は料理料理じゃないかな例えば得意料理なんですかって言われたら何って言いますかなんだろうよくあるじゃないですか例えばね3人は卵なのでこれからどんどん出ていくとインタビュー受けたりして料理とか得意な料理なんですかって言われた時にちょっと考えとかないとだめなので実際に本当に作れるのとこういった方がいいんじゃないかなっていうのを公開ではね。あはね。 はい。じゃあ、トップバッジ行きますか。はい。得意料理は。さやちゃんは。得意料理は。ハンバーグです。マジなやつ。あ、マジで。マジなやつは。あ、マジなやつは。目玉焼きです。目玉焼きは難しい。難しい。難しくないよ。 いあ今いけるかなと思った <laughs> 難しくないよね玉焼き <laughs> 俺もできるわ <laughs> でもあの割る段階でちょっとあの黄身が割れちゃったりとかなそこねトントンっ卵割るという作業がね <laughs>、うん、そう殻入っちゃった卵割る時っていいどんな感じで割りますかコンコン あ、だめ。だめなんですか。片手で割らないと。ああ、ぐっしゃってなっちゃいます。いや、僕ね、逆に片手じゃないと割れないですよ。そうなんそれも利き手じゃない、左手でしか割れない。なぜか、理由はわからないですけど。逆にすごいですね。でも、あの、からよく入るよ。入っちゃうじゃないですか。でも、好きなのは、好きってか、ね、ハンバーグ。ハンバーグ、大好きですね。 なんかこねる焼いたりはあれなんですけど手伝いでこねるの大好きで作ってないいじゃんちょっと混ぜといてとか言われて混ぜていいなツッコミどころ満載のハンバーグ形だけ作って焼くのは手ごねハンバーグってやつですね手ごねの部分だけ手ごねってるだけ手ごねってるだけ味はお母様が作ってくださった美味しいハンバーグってことですよね 間違いない。手ごねるのは自分と。手ごねっただけ。いいですね。でも。けいちゃんは。けいちゃんは。えちゃんはね、あの、もうここで公開してますけど、ね、ご自宅が飲食店なんですけど。まあ、必然的にね。あの、これ、下手って言うと、商売上ね。得意にしときましょうよ。得意に。そうですね。はい。やっぱり、よく作るのは。チャンプルですかね。チャンプルね。はい。 なんかやっぱりいろんな材料を組み合わせて味の糖を入れて塩を入れたら美味しくなるんですよチャンプルいい <laughs> 美味しいです、ね、チャンプルが何チャンプルが一番おすすめですか おすすめなのは、意外と難しいのがそうめんチャンプルなんでそれをね作ってみていただきたいなと思いますねおいしいおすすめですよ、おいしいしちょっと作るのが難しいので難しいってどこが難しいですかそうめんってすごく柔らかいんですよあ、そっかそっかそれをいかにそのちぎらずに混ぜたりいわゆるチャーハン作るね、あのシェフがあのパラパラ目指すように一緒だ。 そういう感じで結構難しいんですよ。いいかもね、チャンプルーがね。はい、ゆうちゃんは？あ、私はケチャップライス。あ可愛い。あ可愛い。ケチャップライスなんですか？ケチャ、いわゆるチキンライスのこと？オムライスの中身って、あオムライスの。え具合入れないの？入れます。野菜も刻んで。びっくりした。ケチャップとご飯だけかと思った。シルクのこんなの着てる場合じゃないよ。ご飯だけはちょっと。 料理にしかも入りますかねケチャップに目玉焼きよりはいいでしょう。焼っていう工程が目玉焼きとケチャップライスならケチャップライスの方がいいんじゃないですか。へえ、そうそんなことないですよね。なんかケチャップライスってよりももうちょっとねなんか素敵なチキンライスだとかオムライスオムライスですか。マックだとそうかもしれない。じゃあオムライスライスオムライスの方がね。 はい、ちょっといいですよね、はい、あのちなみに僕は全く料理しないので、はい、あの昔あのしてたんですけど、うんはい、まずくてもうめまし引退しました。はい、なだから皆さんの,、ね、あの美味しいもの作れる方は、ね、どんどん作っていただいて、はい、僕みいたいな人はもう基本、外食という形 <laughs> 外食に、はい、みんなでね。ねねは、えー CM、の後、ねはいよいよよ、ね ええー、さよ、うん、ちゃんのラストの。絵日記になります。すお楽しみに。あ、大丈夫、こっちに。<laughs> スターロケットエンタープラスからのお知らせです。スターロケットエンタープラスは。 人々に感動をを与えるイベントを提案していますいつの時代もプロフェッショナルであり続けるためにお客様や社会と共に考え一緒に成長していくそんな企業でありたいと考えています皆様の特別な一日はお任せくださいお問い合わせは092-561-7160 スターロケットエンタープラスまで声優の日々の日常や面白い出来事を絵日記でつづります沖縄第四回は中里さよこはいいよいよ本日のラストです絵日記は番組公式ツイッターで公開中ですでは最後よろしくお願いします、はい、丸月日×日三角曜日曇り にんじんたまねぎにじゃがいもお肉にコーンにブロッコリー1時間にもわたる死闘の末出来上がったのは具沢山のカレーライスさあ召し上がれとドヤ顔で差し出しますパクッと一口食べて母が一言うんおいしい」その言葉にガッツポーズを取ろうとした瞬間 でも味がちょっと薄いかなちょっとスープっぽいねの言葉に膝からがくりふうまだまだ修行が必要みたいですでもその後母に言われたありがとうの言葉その言葉に誰かのために料理を作るのもたまになら悪くないかなそう思ったのでした はい。はい、なんか心温まる <laughs>、はい、お話でしたね。カレーを久しぶりに作ったんです。さあ作り方は本当忘れちゃって,て。<laughs> <laughs> 忘れるかな、カレーの作り方？<laughs> 一人暮らしの時、うん、あの一回で量作れるので、うん、結構作って一、うん、人だから、うん、もう雑談も何も言われなかったんだけど <laughs>、えー、やってたらお母さんにもうちょっと包丁の持ち方とか重く<ー>すぎないとかいろいろ言われて <laughs>、うん、あれ、ま、ど,どうやって作るんだっけカレーって。<laughs> いやでも家族で作るっていいですね。 楽しく弟も一緒にやったのでなんかワイワイしながらもうちゃんと手元見てとか <laughs> まあ昨日ねあの夜の方にねは見てくれた弟さんおイケメンでねイケメンでしたなかなかいい男でしたよした、ねうん、はいじゃあまたね料理ね頑張って頑張って、うん、あの声優も料理作れるんだよっていうのをねちょっと証明してほしいと思いますね。 上達していきたいですね頑張ってください、はい、頑張りましょうはい頑張ります <laughs> 以上声優日記のコ声優絵日記のコーナーでした 東京声優ボイススクール那覇校開校のお知らせです東京から鹿児島まで全国5校を展開する東京声優ボイススクールでは那覇市文化展物館で沖縄・那覇校を開校しました東京から現役の声優を講師に迎え基礎から実践まで声優を学べます またスクール内事務所を併設皆様の声優デビューをしっかりサポートしますあなたも沖縄にいながら声優を目指してみませんかあなたも大好きな沖縄で声優のキャリアをスタートさせましょう詳しくは東京声優ボイススクール沖縄那覇校で検索ください エンディングのお時間となりました。ラジオとポッドキャストでお聴きの皆様、お楽しみいただけましたか。うん。楽しみいただけましたか。はい。メッセージやあのツイッターの方でもお待ちしております。けい。ちゃんお願いします。それではアクセスラインのご紹介をいたします。パックスの方はレイ九八。アットマークフレンズですね。はい。はい。アットマークフレンズアンダーバーリングアンダーバー S.N. はい。フレンズリングフレンズリングも検索 OK です。はい。 皆様からのメッセージはツイッターは共通ハッシュタグ声優日記七八ゼロとなっています。はいというところですね。はい。どうでしたか今日ゆちゃん初登場でしたけれども。あもう緊張したんですけど楽しい時間を過ごすことができて良かった。大人的なコメントでいいね。はいあのアイドルとかがねあの最後に言うじゃないですか。今日ははい。はい。 楽しい時間を過ごせました。私たちも楽しかったです。楽しかったですね。みんなでやれて。あの昨日ね、あの夜でちょっと話したんですけどね、けいちゃんの髪の色がね。非常にね、あの以前の赤い色だと、後ろのね、このエフエム那覇の。旗というか、このフラッグに、完全に。被るというか。被ってたんですけど。今日は。 今日は何色ですか、これは。今日、これ、でも、でも、紫なんですよ。うん。紫なんですけど、うん、ちょっと画面越しに見ると、赤、赤。いや、でもね、す,ねすごいね、あの、なんか落ち着いた感じで、うん、なんか似合ってるなっていう感じが。いいありがとうございます。嬉しいですね。いいはい。<laughs> はい。まあ、これは、あの。 比較的定期的に変えていくていなんですか。そうですね。今期。今期。ワンクールごとに。次はどんな。ワンクールで毎月。あ、あ、あの三ヶ月ごと。ワンクールごとに変えていこきます。次は春、春ぐらいの。そうです。ね。四月ぐらい。には。四月ぐらいに。はい。そう、まだ何色にするかはまだ決まってないんですけど。ね。皆様の意見も。何色がいいでしょうね。指摘しつつ。どう。え、何色ですか。 ピンクにします <laughs> 春。春、黄色？黄色？黄色えー、あでもな、な明るい色が桜ピンク。あおすすめする際は似合う色を <laughs> <laughs> <は>。お待ちしてますよ <laughs>。<laughs> で見たい色とかも結構。そうですね。うん、人がやってるのうう。過去はどういう色をした経験がありますか。過去はですね、金髪、金髪、黒茶,黒茶色、黒茶色。なんかマロンっぽいクリームかかっ 黄色系黄色系の色とか結構試したんですけど次何にしましょうかねシルバーとかシルバー、かっこいいですね金髪着たらシルバーって感じがちょっと試したいなと思いますけどいかかがですね。もしかしたら次のクールは金かもしれません楽しみにまだちょっと先ですけどもね。 で,では、そろそろ終わりのお時間となりました、うんえー、本日は私、ナビゲーターのあきらとパーソナリティーの中里さ代子とアシスタントの歌垣慶と新アシスタントのきょうちょっと時間の関係で、うん、あのラストのアニーソンはカットになりましは毎回、沖縄風でご、ね、ます、ね。挨拶してるのと、来週木曜日の下りからお願いします。 では、来週木曜日お昼2時にお楽しみに、はい、せーの「またやーさーい声優日記フレンズリング」この番組はスターロケットエンタープラス東京声優ボイススクールの提供でお送りしました。